こんばんは、ドンです。今日も信長寝坊大使 PK、最上編続きやっていきましょうか。さて、1594年、駒姫が史実で駒姫が死ぬまではあと1年で、目的としている1596年1月まではあと1年半さあ、で、上杉をいよいよ追い詰めたとこですね。上杉をいよいよ追い詰めたところ行くぞ。で、根知城の前進せよ。ちょっと志村隊が失敗しそうなんで、最上が行って小豆島に、佐渡島に、武将がゼロのうちに取っちゃいましょう。進むのだ。で、外交関係、は絶対維持で、徳川とはあと6ヶ月、伊達とは6ヶ月を切ってる。で、届く範囲では、前田、これね、堀に届かないんですよね。同盟延長。多分これ延長しないと、もう組んでくれないと思う、位置的に。伊達とは同盟更新。来月、徳川とは更新ですね。来月更新。って感じで、進行を進めましょう。古書釉薬。米札。いいぞ。なぜなら、米がめちゃくちゃ欲しいから。残り1年で強引なドリブルやるためには、米がすげえ必要になるんで、間違いなく。で、根知城に乗ったら、志村は帰って騎乗。あ、ちょっと回復したのはまあしょうがない。交渉が出てる。二条城はね、8万です、最大兵数。でも最大兵数8万で、8万の連鎖は絶対に不可能なんで、もう3万ぐらいでもうワンチャンかけるしかないですね。ちょっと待ってね。いや、実はね、これね、ありです。あり。今交渉する、10日後に根知城を開けてもらう、すると、佐渡島に武将が移動する前に、ピロリができる。11日後なんで。多分いける。なので、交渉しましょう。城を開けてもらいたい。で、11日かけて行ってる間に、ピロリして、終わる。にょー。またか。これより表情を始める。一つ、考えがある。武将が入ってなければどうにもならないと思うんですけど、多分。誰も。輝かない。これにて表情を終えよう。剣士分プラス移動力上がるやつ。足軽を減らすのに足軽徴用必要。あとは城内徴力あってもよかったな。打診。地震大きい大きい。起きない。大丈夫。ゲッチ。さあ。まず、徳川との同盟更新。かしこまった。前田とは同盟締結。かしこまった。で、あれ、なんか神前が切れてる。神前切れてるんで、神前。承ります。
神前切れてるんだけど神前送りまくろう。かしこまった。神前神前で、そうですね、あ、というかですね、というかもうほぼほぼこれしかないと思ってるんですけど、堀に宣戦布告できないんですよ。堀にも大谷にも、いや、熱情を取ったらもしかすると堀はいけるかもしれない。ギリギリダメの場合は前田、金森、池田を通って大垣から八幡山の下を通って二条城です。それしかないな。同盟国通って二条城直撃。一応お城の上を絶対通らなきゃいけない場所はないんで、こう行けばなんとかなるんじゃないかなとうっすら思ってます。まあ堀に宣戦布告できるようだったらちょっと考え直す。それもで、お金が足りない。次のターンか。しょうがないっすね。で、あれだ。かしこまった。かしこまった。はっ。いやもうそんなに多分防衛してる余裕がないだろうな。1年もはっ。もちろん足から全部解雇します。平林城の1万の兵が何気に重要だな。かしこまった。はっ。人口少な。人口少な。はっ。まあでもどうしようもない。はっ。よし。プラス、町人町作れるとか作っときましょう。かしこまった。あと漁村作れるとこも貯水池と。かしこまった。ん？ああ、ここか。かしこまりました。ねえ、なかなか災害がね、災害が結構しんどかった。まあ、これで。あとは、ひたすら米を買いましょう。我に続け！取引を行いましょう。よし。で、ちょっと売って、残し、ちょっと売って。よし。さて。じゃあ、交渉から行きましょうか。まあ、上杉終わったら人の配置しましょう。上杉終わったら人の配置しよう。OK。そう、徳川とは交信したよね。うん、オッケーオッケー。来た来た、ちょうどいいタイミング。55%。よし、できたできた。勝ったぞ。勝ち時これで、武将が31分の0、1日バッチリのはずだが、ワープしなければ。秀吉に布告した場合どうなるかっていうと、家康が秀吉とあと5ヶ月なんですよ。なんで、切れた瞬間とかに宣戦布告すれば徳川だけ残るんじゃないかなと思ってます。同盟更新されなければ。あれ？なんで？皆の者、勝ち時をあげよう。よし、武将もゲット、完璧、いい感じです。
なんで隣接したからかな、もしかして。少なくとも前田が怒るようなりょうちゃん持ってないはず。おばた、安藤家に。まあいいよ、別に。熱一気、しょうがない。うん。ご命令を。73になっちゃってる。はっ。で、アントつがるね。ああ、援軍有効度で増や、ちょっと、まあ見てみましょうか。いや、ちょっと借りられないな、このお金。まあ、どうせ1ヶ月で済む問題なんで待ってましょう。取引を行いましょう。で、ちょっとこのターンだいぶギャンブルをしないといけない。かしこまりました。だいぶギャンブルします。ありがとうございました。取引を行いましょう。よし、うまくいった。仰せの通り、よし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 。ちなみに宣戦布告が届くようになったかというと、届かないか。ちょっと待ってね。忠誠、上杉の忠誠ね。ダメか。ということはもう中央突破しかないですね。中央突破しかないわ。中央突破以外選択肢、はい、いや、ちょっと急いで防衛し、もう多分移動できないか。ここまで62日ってことは、こっからスタートで山城までおそらく倍以上、150日ぐらいを考えといていいと思う。150日ぐらいと考えて、いやごめん、ちょっと待って。忠誠やろう。忠誠やりましょう。そう、多分半年はかかると思う。忠誠、あ、意外に忠誠いいな。甘かす、犯さない。ああ、ええで。忠誠思ったよりよかった。だから残念ながらね、選択肢がちょっと現実的に残されてない。すまねえな。いや、まあ、待って、真面目に考えてみよう、もうちょっと。すまねえな。96年1月までに山城落とす手段ね。で、宣戦布告できるのは、金森だけ落としていくとか。いや、でも結局、まあ、同盟国ルートで、8万の下を通って、二条城を最初のルートとしてまし、しときましょう。それを最初の目標としておいて、どっちにしてもその宣戦布告が届かないんですよ。宣戦布告が届かない問題があるんで、なので池田は同盟で済ませられるんで、同盟で通過していきましょう。前田、金森、池田と同盟で通過して、直撃コースで。で、直撃コースやるには、米が圧倒的に必要。どれくらい必要かっていうと、僕の予定3万として、毎月1万3000かよ。米が8万ぐらいあれば、米が8万ぐらいあれば、なんとか間に合うかな。あ、いや、でも、越後がたっぷり米がある。もしかすると、
そう、格名も必要なんですよね。検事次第では間に合うかもしれない。で、そう、ここら辺の傭兵減らしてもいいでしょう。受けたまわります。うん、検事と布告米で稼いでいきましょう。で、今この瞬間宣戦布告していいのかどうか。受けたまわります。余計なことにならなければいいんですけど。火災、すでに安藤継がれた宣戦布告済みで、宣戦布告簡単にできる場所は火災だけですね。ここはない、田村はない。いやー、火災が宣戦布告して取られて農地減るのもちょっと微妙。あ、ちょっと待って、次武将の配置ですね。柴田城に52人で、間違いなく豊臣に宣戦布告したらここら辺落ちるんで、ここら辺落ちます。なので、籠城部隊だけ残して、籠城部隊を残して正行は戻りましょう。とりあえず、春日山には上杉海勝、影勝と、かしこまった、影勝と、いや、ちょっと待てよ、正行を、川原は魚で、与板は雪、五千城は酒延べ、平林が佐竹プラス、いや、ここに直江、ここら辺から連れてこなきゃダメか。根知城はちょっと困りますね、防衛できないのが。お兄ちゃんはじゃあ上田城守りましょう。じゃあお兄ちゃんが上田城守りますよ。お兄ちゃん上田城で徳川の抑えに。はっ。いやー、どっちにしてもここら辺からも連れてこなきゃいけないんで、3万用意するのに。山形も出撃するでしょう、おそらく。鶴岡も出撃圏内。そう、武将的にはね、かなり揃ってるんですけど、直江、上杉、で、根知城は魚で系だな。千坂か、魚での千坂を入れておきましょう。はっ。秀吉と同盟した後に違うところに宣戦布告して二条城に兵を集めてから秀吉と手切れ。それはね、できるかどうかわからない。そう、それ前もその話あったんですけど、やってみないとわからないとしか言いようがないんですよ。志村、義姫で、あと兵を平林にもう一部隊分送れる。長谷堂、山形、鶴岡を正行にするか、ちょっとかなり遠いんですけど、よし、鶴岡を正行にしよう。かなり遠いですが。はっ。で、平林から2部隊出るんで、平林にもう一人、あれ、意外にもう一人分はいないのか。あ、本庄重長か。本庄重長。沼田にも真田家入れたい。上田と真田と岩光ですね。真田の息子の方は出撃できない。ちょっとね、今回はね、もう本当にガチで行かなきゃいけないんで、山城遠征はね、割ととんでもないですよ。割ととんでもない位置まで行かないといけないんで。はで、真田弟のとこにも2人。
人。ああ、もう一人真田いましたね、そういえば。もう一人真田いたような気がするんですが。まあ、鈴木でよして。上田、真田、岩光。って感じかな。あと、ちさか。あ、うちってそれ、参謀持ちいたっけ？全自勢力武将。参謀持ち増えてるんちゃう？補佐の、いや、直江か。直江か。直江参謀ですね。直江参謀だ。直江参謀でいきましょう。ちさかの参謀にしましょう。となると、佐渡島は甘かすんでもするか。よし。とりあえず闇取引中。取引を行いましょう。次の段さらに調整しますね。一回雑に常識を動かしました。いやー、直江城より魚で。直江城より魚で。で、千坂のところに直江を。で、根知城、根知城の歩兵はまだできない、できないよね。できないんだよな。しょうがねえな。で、もう一人二人、バフを。回避持ちがいいな。回避。適当に。はっ。で、影勝のところにも、適当に。影勝のところは、まあ、まあまあまあ、そんな、かしこまりました。一応の千坂もかなり、千坂もかなりの人物なんじゃなかったっけ。このここは本庄重長と佐竹義重の国。五千城は酒延さん、沢田、与板、北条。よし。一応人の配置は終わったつもりなんですけど、そう、闇米、絶対やらなきゃいけない。取引を行いましょう。ありがとうございました。よし。で、転がす。取り計らいます。かしこまりました。よしよしよし。あーしゃしゃしゃし。あーしゃしゃし。よしよしよし。よしよしよし。はっ。お金がない。ちょっと売ろう。お米結構よ、結構できましたよ。ありがとうございます。お米結構できた。埋められる前に、ああ大丈夫か。実は結構ね、気がつくと埋められちゃうんで。伊達徳川はっ。ちなみに千坂を見ると、上杉謙信の死後、開発に組みした。外交面で活躍、関原合戦後に、徳川家との和睦に尽力。まあ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 。7万あれば、半年と考えると、いや違う、9ヶ月分か10ヶ月分必要と考えると、やっぱり13万、14万は必要。全然足りてねえじゃねえか。全然足りてねえな。全然足りてねえ。まだちょっと宣戦布告できないですね、怖くて。まあ、安藤津軽はそろそろこう、まだまだか。まだまだか。あれ、なんで？うっせやろ？
あ、こっちはいいんだ。はい。はい。なんでや。あの、いわゆる敵視してるじゃないですよね。敵視してるじゃなくて、当家との同盟を拒否してますっていう、あまり見ないパターンだな。こっちに入ってるわけではない。いや、隣接で起こるって、前だってそんなに好戦的な国だっけ。いや、怒ってる理由がわからんな。とりあえず2ヶ月後の様子見ましょう。あの、ここら辺の同盟が全部切れた後に同盟できるかどうか、それで変わるかもしれないから、もしかすると。よくわからんな。前田はそんな怒る土地ないですし、もし同盟組めなかった場合は、前田に宣戦布告して、前田領を下を通ってもうこう行くしかないですね。当家との同盟拒否ね。歩兵は結局できないままだよね。真田城、受けたまわります。真田岩光あたりもガチ牢城で頑張りましょう。はい。よし。助け立ちするぞ。南部に助け立ちするぞ。葛西に、葛西、あ、うん、うん、助け立ちするぞ。ただ僕が今調子に乗って宣戦布告すると、この15,900が、あの、雫石を落とした後すぐこっちに来る可能性があるんで、ちょっと気をつけたいですね。うん、同盟で最上以外攻める場所がないから拒否ってる。じゃあやっぱり同盟が切れたらいけそうな気がしますね。うん、そうやね、同盟切れたらいけるわ。そうね、それはこれより表情を始める。このような策はどうでしょう。なんか遠路行軍欲しい。遠路行軍いいぞ。庄内新道もいいぞ。遠路行軍最優先。遠路行軍最優先。庄内新道欲しい。遠路行軍。軍事、農業。軍事、農業。同じだ。50、20、90。いけますね。50、20、90。スタッスね。僕なかなかこうならないんですけど。いやー、よしよしよし、いいぞ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 。僕あのね、なんだかんだタイムアタック系の企画ね、好きなのは、あの、全く遠慮がいらないところですかね。ただあのタイムアタック系の企画、あの、難点を挙げると4万で15,000。ちょっと待ってね。3万でマイナス1万、だいぶ減りましたね。前さっきあの13,000とか14,000ぐらいでしたよね。いいいい、かなりいい。ただね、タイムアタック系って企画が、あの、企画のバランスがめちゃくちゃ難しい。今回って、あの、正直ギリギリアウトじゃないかぐらいじゃないですか。戸沢森保の時はね、うまくいきましたけど、なんかその、いや、なんていうの、どっちかっていうと、その、最初のバランスですね。どれがちょうどいいか。どれぐらいのタイミングがちょうどいいかがね、難しい。よし。停戦ね、まだあと2ヶ月なんですよ。よし。あとは、根知城の防衛。まだできない。もう、あ、闇取引。毎ターンやらなきゃ。そう、楽すぎたらちょっとあれじゃん。楽すぎたらあれだし。
取引を行いましょう。ありがとうございます。よしよしよし、ケンジ張り切ってますね。かしこまりました。張り切りケンジ。伊達の10年上洛もね、かなり余裕がなかったけど、結果的にいい感じになりましたね。ちなみに徳川に、やっぱりな、もう完全にやっぱここら辺はし、あの、よし、豊臣に米くれって言ってみよう。いや、僕ね、やっぱりね、あの、わ、なんだろう。初見プレイ、あ、いや、た実際ね、実際テストプレイやった方がいいって話あるんですけど、やっぱりね、いろいろ考えたり、なんか衝撃を受けたりしながらプレイしたいっていうのあったりで、まあただ多分ダメでしょうね。結局米交渉ほぼほぼダメになっちゃいましたもんね。ん？アマカスがいる城。あ、入れてない。ありがとうございます。よく気づきましたね。入れてない。本庄アマカス。かしこまった。さて。そうそう、まあ失敗するのはね、それはそれでとも思うんで、確かに。あ、純粋農兵が今あるから、はい、純粋農兵を考えると純粋農兵にした方がいいのか。4000受けたまわります。受けたまわります。そうそう、米交渉ね、最初に受けたまわります。無印のあのノーアップデートの時代に便利に使われすぎたのかなっていう感じですかね。受けたまわります。それでちょっと使えなくなっちゃいましたね、完全に。残り4ヶ月。よしよし。4ヶ月。津軽半島はあと2ヶ月お待ちください。無理なんで。いった。あれ？あ、いいぞ。助け立ちするぞ。これ、火災に宣戦布告して大丈夫じゃないですか？この状況はさすがに。兵1000しかないところ貸してあげる。この3つ貸してあげる。鉄砲ちょうだいよ。まあ。礼を言うぞ。え？やる気勢やね。やる気勢ですね。僕も下方修正は、あまりにもあれじゃなければとは思うんですが、よし、今のうちに葛西に宣戦布告して米もらいましょうか。いやー、毛利のバックをね、相手にとって不足なし。力を貸してやる。家康米、関東の家康米がうめえ。まあ言うて何気にキッカーはでかいっすね。何気にキッカーはでかいですよ。総兵力4万近く、4万。8万。小腹か、あれ黒だ。ん？ん？なんじゃこれ。あれ、のしましか持ってねえぞ、小早川。小早川ってこの下にここら辺に領地持ってましたよね。追い出されましたね。ちなみに秀吉は12万。ちなみにうちは7万。徳川18万。ただ秀吉はほぼほぼ足軽の12万なんですよね。伊達7万6千。よし、行きましょう。ちょっと毎ターン何か忘れてるんじゃないかと心配になるなぁ。ご命令を。いや、伊予ではないよね、あれ？このシナリオって伊予だっけ？僕、小早川ってこっちのイメージがあるんですけど。あー、長塚に追い出された。さ、まだ、あ、できる？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 そっかそっか、九州行きは秀明のところか。いける。
あと1ヶ月、うん、さてそうそう、一期終わった、やっと一期終わった、やっと一期終わった、やっと一期終わったけど、こっちはもう農兵が少なすぎるんで足軽入れざるを得ない。はい、4ヶ月、5ヶ月、5ヶ月、はい、よし、いや、掘りは攻められないんですよ。あ、やっぱ高くても筑前にいるタイミングありましたよね。あったよね。シナリオ上確かにね、小早川があの九州にいたシナリオもあったはずなんですよ。あの、秀明以前に。あったような気がするんですよ。11月。で、11月。闇米、闇米。取引を行いましょう。よしよし、ナイスケンジ、ナイスケンジ、ナイスケンジ。おなみちゃんね、おなみちゃんね。さて、出撃、いや、どうせチャンスは1回しかないっす。3万の大軍を上洛させるのには、年数的にはもう1回しかチャンスがないんで、待ちますね。この話に応じることができる。化けを話す義理はない。で、そろそろコアを投げましょう。いやー、どうせチャンスが1回なんで、あ、後ろを出しましょう。そろそろ後ろを出しましょう。4000か。4000。さあ、最後尾は、正行、嫁、志村。ちょっと待って、最終的な編成決めてなかったな。最終的な編成は嫁、ちょっと国元守ってろ。最終的な編成はこうかな。雪村正幸、佐竹、ちさか、志村の人が足りない。影勝、酒延べ、嫁じゃない、妹は国元に守ってもらって、嫁の方はむしろ出撃ぐらい。ただ酒延べさんの川原がちょっと弱いな。川原がちょっと弱い。川原と志村に。で、本庄重長が出撃しないんだったら川原のバフになるか。いや違う、天勝が出撃しないんだったら川原のバスに。ね、ダブル魚ではない、あった方がいいと思う。融通が効くんで。あった方がいいと思う。一発勝負だったら持ってく。商いを始めましょう。僕この系統なんか持ってたと、持ってなかったっけな。ご命令を。さあ、出撃始めましょうか。河原さん家に天かすでもいいんですが、犯さないでいった。で、小松を上田に。そう、さっき言ってましたね。小松を上田に。かしこまった。で、鮭のとこに、いや、志村のとこだ。志村のところに、本庄重長いますね。いるいる。ちょっと候補に入らなかったんですけど。
平林から2部隊出せるんですよ。でそのもう1部隊を本庄重長にしようかなと思ってたんですが、どうやらこのメンバーだと留守番になるかな。闇と引き取引を行いましょう。さあ12月、ケンジも絶好調、やりますか。続き始めましょうか。違う、志村のところに武将が来てない。そうですね、天笠本庄留守番にしときましょう。天笠本庄留守番で徳川と豊臣の同盟が切ったかも。ちょっと待ってね、講和は投げた、切れましたね。ただまだ豊臣宣戦布告するタイミングではない、さすがに。いや宣戦布告した方がいいか。徳川と豊臣が再同盟する可能性を考えると、今宣戦布告して、こっち繋がってんのか。繋がってんのか。どうしよう。まあ先に上田の方来るかな、さすがに、と思いたいんだが、上田方面攻められるんだったらまあ構わないと思うんですけど、こっちに来られると本当に困る。まあ少ないとこに来るんだったら岩櫃に来るでしょう。少ないとこに来るんだったら岩櫃に来ると思うんで、まあ。よし、じゃあ、宣戦布告しますか。やるか。さすがにちょっと一回セーブしますね。多分やり直すことないと思うんですが、ちょっとここは一回セーブします。支援関係。これが終わらないとダメだ。まあ今こうは投げてるんでいいや。よし行きましょう。同盟国の領地に入ってから布告の場合、もうすでに手遅れの可能性があるというところですね。さあ行きましょうか。さあ。まず北の方の部隊、最終的にはこうね、これが最終メンバー。まあ名古屋はちょっと大将違いますけど、なのでお米温存で前の方の連中は、五千城より先の連中はちょっと待って、後ろから一旦最上のところに行きましょう。一旦最上のところへ。正幸、佐竹親子で志村、そうですね、大筒、北条平機、志村さん、騎馬配備、鉄砲隊、これちょっとあとで増やしていきましょう。佐竹鉄砲隊やるか。で騎馬配備持ってるんだったら別に全然ありでしょう。さて、まず第一部隊、佐竹5000にしとこう。あんまり極端に多くてもちょっとあって困るかもしれないんで、魚隊が騎馬にした方がいい。その通りや。
その通りや。そうします。志村が一番少ないんで、志村も鉄砲隊にする。いや、いいや。オッケー。さあ、行きましょう。出陣するぞ。志果たさずして将は終えられぬな。で、徳川との同盟が徳川と切れたら困りますね。信行、信吉。ちょっと待って、あれ君うちにいたの？あと1年間違えた。あれ、二条城に、二条城にいるはずなんだけど君。二条城にいるはずなんですか。あれ、二条城で、間違いなく二条城に配置したんすよ。親元に来るのか、親元に来るのか姫は。あと僕、あの登場1年間違えてた。そりゃそうだ。多分ね、僕ね、1580年生まれにしてたんですけど、80年生まれで、あ、16歳で96年だなって思ったんですけど、よくよく考えたら80年で1歳だよね。よし、まあ今のは見なかったことにして、今のは見なかったことにして、よし、二条城行きましょう。お父さんね、何のために。いやー、言ってた、そう。お父さん、ちょっとお父さん何してるのって感じですよ。お父さんなんでその部屋詰めてんのって感じですね。ちょっとねー、歩いて帰ってきたね。いやー、ちょっと、まあ、それはともかく行きましょう。それはともかく行きましょう。ちょっとね、そう。そりゃそうだよね。そりゃそうだよね。いろいろそりゃそう。いや、これにて表情を終えよう。でもね、正直、あれは知らなかった。親元登場なんだよねっていう、親元登場は知らなかった。白紐好きじゃなくて。あ、純粋足軽。いやー、これはすごいドッキリをね、食らいましたね。ご命令。まあ。でも、96年1月、目標通り96年1月までに山城は行きましょう。そう、親優先なのはびっくりした。他の武将って結構城優先じゃないですか。他の武将は結構城優先なのに、姫武将は親元優先なんですね。いやー、びっくりしたなー。いやー、びっくりしたなー。よし、土着層可愛いやつにするぞ。さあ、かわいい金ちゃんになりました。いやー、これは狛犬事件ですね。申し訳ない。まあいいや。行きましょう。さて、もう戦国時代はね、すでにね、鉄砲届いてるんで、戦国時代はね。戦国時代はすでに鉄砲届いてるんで、全然。いやー。大義はね、なんかね、無理やり、娘を無理やり結婚させようとしたということにね、許さないって感じですかね。いざ参ろう。さあ、闇取引やりながら、まあ、進みましょう。続け。あ、今、副個性の名称だった。取引を行いましょう。あ、久々にケンジがやりやがったな。取り計らいます。合流。あ、平林じゃない。柴田。おー、キノちゃん、名称か。名称。名称は確かね、作戦の効果時間が伸びるやつ。そう。あ、作戦の効果時間が伸びるんだったら、魚で送るべきだな。魚で送るべきだ。もう一緒に行くか。一緒に行くか。一緒に行きたい。京都に行きたい。京都に行きたい。よし、行きましょう。はい、行きましょう。
ちなみにこれ2010なんちゃらの、コマですね。前進せよ。で、名称を下監督に送りましょう。きぬちゃん、承知いたしました。さあ、むしろね、娘を連れてくスタイルっていうね。さあ、これで OK、 OK、 何も忘れとらん、行きましょう。待機するぞ。で、もうこっから先はもう少しはミスりそうなんで、合流しながら集結、ここで目標熱情で OK。 雪村、ああ、ついてない。直りだけ最後。影勝、川原、酒と嫁。いやー、請求権をね、ちょっといろいろ失ってしまったような気がするんですが。こんなには無理。5ヶ月。ちょっと無理があるぞ、これ。ちょっと無理がありますね。うん、川原騎馬。お。マイナス17,000。出陣するぞ。剣次第だな。返事次第プラス、あの、僕の半年後には宣戦布告で、ん、川原しないな、ここで名称入れる。さて、よいしょ、直江、サッパー、まだついてない。今ついた。3000。よし、こんな感じでいきましょう。出陣するぞ。そもそもね、米がやっぱり非常に危険ですね。ご命令を。いくぞ。で、まずこう80日後、我に続け。クワトの同盟はね、そう。いやー、やっぱりダメか。やっぱり更新されましたね。やっぱり更新されたか。更新された。まあいいや、もうしょうがない。更新、やっぱりあのタイミングで宣戦布告するべきだったか。まあしょうがない。しょうがない。取引を行いましょう。ありがとうございました。期間はたっぷり2年でございます。まあ行きましょう。で、回収、まあ、あの、サナダ寮をガチガチに、サナダ寮を、ちょっと、米と、支援かけたらどっちでも無理か。うん。どっちにしてももう、あの、豊臣に喧嘩打ったら、間違いなくもう徳が切れちゃうんで、たとえ婚姻してても。まあまあ、このまま行きましょう。取引を行いましょう。OK。遠いなご命令。ヤハシロさんが死んでしまう。まず米を買う。取引を行いましょう。正直これ1ヶ月の半分しか、ありがとうございました。1ヶ月の半分しか
ダメだ、全然だな。評論の解き方がクソやばいわ、これ。評論のや解け方がクソやばい。かしこまりました。回収。さあ、みんな大好き丸太を。みんな大好き丸太。みんな大好き丸太を用意して増設もしちゃう。そんなことに金を使っていいのかとも思うんですが、真田城も米蔵。いやー、これはきついな。マイナス1万2000、いや、マイナス1万2000で、50日、2ヶ月、二条城まで多分あと2ヶ月、さらに2ヶ月、4ヶ月、4ヶ月、4ヶ月プラス囲む分、2、3ヶ月、6ヶ月。なので、一応持つはず。持つよ、多分持つよ。こんな時に干ばつ、ちょっと当たったか。借りたがあればね、もう賢治頼みなんで、米はすごいあるもの待ってくれるか。これより表情を始める。まさか完結がね、お父さん何してるのでしたからね。やるべきことは闇取引常にやる、あと農兵青年猛攻号令はマスト、軍事対明。これにて表情を終えよう。津軽とか南部はね、まだできない、まだ半年経ってないと思う。ご命令を。まだ半年経ってなかろう。まだ3、4、まだ体感2、3ヶ月、まだ取引を行いましょう。あ、危ない危ない危ない、闇取引。我に続け。取引を行いましょう。うわっ。しょうがない、しょうがない、行きましょう。21日。あのね、戦線できる国、これはね、ダメなんですよ。伊達、これ伊達の従属国です。あとは、はい。みたいな。さあ、大垣城到着。さあ、やりますか。待機するぞ。さあ、やりますか。豊臣がどっかと戦ってるのはまだいいんですけど、やるか。八幡城の下を通って二条城に突入するルートやります。どっちにしても、もうあの年内の攻略を目指すのはそれ以外に道はない。徳は切れる。相手にとって不足なし。当然徳川は力を貸してやろう。助立ちいたす。お、お、結構来たな。よしよし、まあ、徳川はもうどうなるか分かんねえ。さあ、行きましょう。いざ参ろう。集まっとる。集まった。こう44日、意外に早い。前進せよ。さあ、敵地突入です。あ、堀を攻める。助太刀するぞ。我が領内に
敵が迫っております。奥にが真田城、全然構わん。37,400 がすぐそばに集まっている。恐ろしや、恐ろしや。小早川家が滅ぶ。ん、でも二条城から兵が出てるな。うん、いや、まあ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 、別にここは牢城でいいと思ってます。こっちに時間かけ、あのプレイの時間かけてもしょうがないんで、こっちに集中しましょう。こっちに集中する。取引を行いましょう。ありがとう。よし、ナイス検知、ナイス検知。インターセプト、もしインターセプトされたとしても二条城の部隊が出てるんで、もしかするといけるかもしれない。僕三段にね、準検所とかろくに作ってないっすよ。向こうが12,500ですね。7500対12,500。さあ行きましょう。では今やれることはない。みんな気合を入れろよ。我が領内に敵が迫っております。あ、豊臣調略、あ、火災、今頃かよ。まあムシムシ助け立ちするぞ。志果たさずして賞は終えられぬな。これむしろ二条城の部隊を潰したいね、どっかで。八幡山、ここ水口で1万戦同士、前進せよ。1万戦同士やるか。敵が我が領内に向かっております。構わへん、構わへん。待機するぞ。さあいざ参ろう。むしろここで戦いたい。ちょっと待って、対面やる、やるやるやる。32,000対37,000か。15,000対18,000。いや、ここは進むべきかな。32,000対37,000やりましょう、やりましょう。ここでやりたかったんですけど、どうやらここには来てくれないみたいだ。やりましょう。こう、いやいやいや、これちょうどあれじゃない、あの瀬田の橋が近いんじゃない。なかなかの瀬田の橋の戦いですね。で対面使いましょう。これで農兵精錬、我に続け。猛攻号令、我に続け。いざ参ろう。そうですね、瀬田源平ですね。あのなんだっけ、吉永軍と義経軍が戦った69。あとは大天の王子も瀬田橋で戦ってた。前田勝ってる。なんだっけ、僕あの漫画日本の歴史で結構記憶に残ってるのが、行くぞ。瀬田橋あたりで大天の王子軍が戦ってた、あの橋の下駄をずらして落っこちるみたいな、そういう作戦をやってたような気が。ん、この軍勢なんか動きが変だな。そうそうそう、人心の乱で、そう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 。で大友の王子側がなんかその中国から来た僧侶か何かが指揮官をやってたような話があったような気が、なんだっけな、もうだいぶ忘れてしまったな。うん、ちょっと待ってね。あ、来てくれる、来てくれる。前進せよ。来てくれるならありがたい。
だいぶ行ったり来たりなんで。あー帰る。なんやねん。いざ参ろう。結局帰る。2日で帰っちゃう。2日で着く。もしかするとケツを掘れるかも。ご命令を。もしかするとケツを掘れるかもしれない。取引を行いましょう。ありがとうございました。で、まあ二条部隊いますね。まあ戦場でも見られるんですが、中川、あ、中川隊か。中川隊、大将なんでどうせ全滅させる。いいぞ、行きましょう。よし、と捕まえた捕まえた捕まえた。捕まえた。絶滅させるのはとにかく大将。大谷義次、渡辺官兵衛、本願寺、京乳、下妻。スペックはこっちの方が上ですね。すごいすごいスペックになってんな。大谷義次援軍か、これ。そう、小学館の日本の歴史は端をずらすぐらいだったんですけど、まあなんか、なんかね、漫画日本の歴史で初めて出てくるあの大戦争だったんで、すごいワクワクした記憶があります。いや、大将これか。大将これやな。こっちで待ち受けよう。佐竹志村、うん、沼爆弾、金、あとど真ん中に陣でも置いとくか。できれば見張りの方がいい、見張りの方がいいかもしれないんですが、そうしよう。見張り小屋こう行きましょう。いやー、あのね、小学館の漫画日本の歴史はね、いつか子供に書いたいなと思ってる漫画ですね。あれは命令してくれ。さあ行こうぜ。ゲチよ覚悟しろ。ゲチよ覚悟しろ。確かにのろ、そうね、そうね、のろしね、のろしね。僕どうしてもね、のろしをこう優先順位さえがちなんですけど、のろしも大事なんだよな。苦悶戦の旗を掲げよ。いざ進まん。まあまあ、でもまあ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 、のろしがあった、相手にのろしがあったから負けた戦いはあっても、のろしがあったから勝った戦いはないんで。僕ゲチを始めるぞ。いざ参ろう。始めるぞ。ゲチを始めるぞ。ん？なんか動きが違うだな。敵の居所知れましたな。敵の居所知れましたな。早い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 。始めるぞ。覚悟しろ。始めるぞ。早い早い。ご命令ください。ご命令を。いざ参ろう。いざ進まん。快活ケツを守ろう。いや、サケさんがケツを守って。ゲチよ覚悟しろ。始めるぞ。いや、沼には当たらないか、残念ながら。好機。残念ながら沼には当たりませんが。ご命令ください。そのまま。掴んだ勝機、逃しはせぬ。ゲチよ六門戦の旗を掲げよ。始めるぞ。やりたい。おい、いざ参ろう。始めるぞ。いきなり道を開けて。やりたい。前。やりたい。お願いします。
今さら奮闘してますが、これは迂闊だろ大将。いざ進まん。始めるぞ。守りが甘いぞ。さあ奇襲がバンバン入って、今が好機、ぎゅうぎゅうに。敵の居所知れました。鬼押し茂が使えるけど、まあ別にいいや。ガシン昇誕、味方の防御力をグイッと上げる。ここは守れ。やりたい。前へ。これは迂闊。川原さんのケツを焼かれてる。前へ。いやそれは迂闊、それは迂闊。負けるわけにはいかぬみな。さあこれで二条城の兵が吹っ飛んだはず一旦で、おそらく二条城の上でしょう。一心数伝三宝持ち、今頃かよ。行くぞ。あれ本当に案外いけるんちゃうか。前進せよ。上田、クソ型上田城、粘りましょう。葛西は講和では南部との同盟延長を。かしこまりました。葛西、あ、葛西講和できる、できる。葛西の形が、葛西の領地が随分ひしゃげた形になった気がするんですけど。24日、取り付いた。23日、秀次事件、秀次事件、なんちゅうタイミング。謀反の疑いをかけられた。高野山へ向かう。なすすべなく、ついには切腹に。いやー、なんちゅうタイミングや。殿下、秀次は命を奪われるにとどまらず、首を三条原にさらわれる。秀次の一族郎党も初段大名の中には、実家禁止など処分を受けた者が。そういえばこのイベント、駒姫の話はないんですよね。これより表情を始める。いやこれは、これにて表情を終えよう。これはご命令。これはギリギリ。ん、なんだ。上田が水で、あ、上田水で抜けるんだ。みんな気合を入れろよ。勝ったぞ。いやー、落としましたね。落としましたね。落とせましたね。かたじけない。いけたな。今度じがりや。いけましたね。結構これ自分でもびっくりだ。間に合いましたね。いやー、これは大大変でしょう。これは無事大団円いけましたね。1596年1月までの二条城攻略、秀次事件が起きた直後で、まあ、かつ良かったんですけど、まあ最大のオチとしては駒姫のパパ何してんのでしたが、まあ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 、これね、できればね、本当はここで最上入れて1596年1月になったら駒姫が二条城にポロンと出てくるタイミングだったんですけど、いやー、まあまあまあ、うまくいきました。いや、秀次は死にましたが、駒姫は無事助かったというところで、まあこれはエンディングにしましょうかね。いやー、そんだけで皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。まあまあまあ、本当にいけるとは思わなかったんですけど、まあタイムアタック的にはギリギリちょうどいい感じでしたね。なんかそのタイムアタック企画すごい楽しいんですけど、さっきも言ったようにバランスがすごい難しいんで、まあなんかいいアイデアやったら今度教えてください。はい、これぐらいの期間ならちょうどいいんじゃないかみたいな。はい、それでは
また、明日はね、明日は大使やるかどうかわからないですけど、何にせよの明日、明後日、しあさってぐらいにはまた大使始めようと思いますんで、その時はぜひよろしくお願いします。はい、それでは、この後はいつもの三国志にはしごしますんで、はしごされ方引き続きよろしくお願いします。で、それでは一旦放送を閉じます。皆さんお疲れ様でした。